よいしょ、よいしょ。まあね、スピットファイヤー持ってんだよね。スピットファイヤー。カラス、お前どんなとこにいんだ。大丈夫かな。お、カラス。おい、カラス、お前、どこにいんだ。スキャンしなさいよ。あ、スキャンで行ってくれんだ。そう。しかもスキャンしてもスキャン使ったことにならない。ほんとだ。そうなんですよ。すごい。メールグッズやらないかな。だって、なんでバロラントが。でしょうん、この世界のエペックスも知らない。レイスがポータルのウィーンと落としたしてる。いたわ、ポップで。あ、このマスクのバイクをどう壊れちゃった。落ち込んでやれ、落ち込んでやれ、どんどん。何拾った？エペックスおばあちゃんいるかな。いや、おばあちゃんいるな。おばあちゃん、バッテはさっき使ったでしょって言われてるわ。バッテ使ってない。使ってないよね。使ってないよ。おばあちゃんのことは認めたことになりますよ。そうでしょ。確かに。うん、もうバーバーでいいよ。で、浦島太郎気分だから、ウルフエペックスやるとき。でも浦島太郎にならないように定期的にちゃんとエペックスやってもらおうね。そういうことやな。契約書。怖い。時給発生しますか。時給発生しません。コロンと過ごせるっていう。あーね、ならバロでよくね。おっと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 。ならバロでよくねえか。コロンとよりもっと一緒に過ごせるっていう。バロでよくねえか。バロだけじゃさ、ほらあれじゃん、一日にバロもエペもやりたいなみたいな気分になりますから。あーなりますから。腑に落ちてないな。うん、